皆さんこんばんは。えー、っと、皆さんこんばんは。今日はですね、3月の3月の25日土曜日、今現在18時12分ですね。あのー、今、外はね、桜満開です。本当にね、あのー、とてもお天気がもしよければね、あのー、もう暗くなってきましたから、 そのライトアップもあってとってもロマンチックなね桜の花見ができる施設ですねだけどここ堀之内もですね朝から大雨でした都内はどうでしょうかねこの八王子は大雨でした都内もねちょっと天気予報を見ているとあまりお天気も良くなくて雨のねあのちょっと肌寒い日なのではないかなと思ってます ね、でもだけどいつもこの桜の季節って、ね、本当に恵みの雨で、ね、神様は、ね、春の一番最初にです、ね、恵みの雨をくださいます。本当にありがたく思ってますですからこの桜の花もです、ね、この恵みをくださるのではないでしょうかね。これから今年はどん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 、ね、作物がたくさんできてとてもいい収穫たくさんの収穫ができる、ね、1年。 今年ななりまますよよというようなお印かもしれませんね本当に恵みの雨に感謝いたします。ということでですね今から15分ぐらい心の周波数を上げるということとあと私がですねあの武士の食卓の職位の職位認定講座をできれば 5月、できれば6月ぐらいからでもですね、あのスタートしたいと思ってます、スタートアップしたいと思ってます。ね1人でも2人でも受講生が手を挙げてくだされば、もうすぐにスタートアップしたいなと思ってます。そそれとですねその あの武士の食卓の,その講座のですね簡単な案内だけをちょこっとだけするちらっとだけするねランチ会も企画しておりますので毎月第3日曜日午後2時からそういったランチ会を会費3,500円でやってますからそれのご案内もさせていただきたいなと思ってます。 あの4月は4月16日日曜日午後2時からですね、食の力というようなテーマでですね、あのこの和食のお話、浄化和食のお話、健康和食のお話をさせていただきます。さて、まずね、その講座案内の前に前半はですね、心の周波数を上げるっていうようなお話をね、皆さんとね、シェアしていき,きたいなと思ってます。やっぱりね 全てはねね、量子力学的な考え方で言うとですねこの料理が美味しくできる浄化和食っていうのも料理もそうですそして心の波動を上げてみんなとこういろんなね周波数の高い言葉を投げかけていたり周波数の高い思いでずっといたり。 周波数の高い仲間周波数の高い考え方を持っているとどん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 運が良くなるっていうことですねだってもう全てはこの世の中全ては素粒子でできていてそして量子力学っていうようなことで証明ができてそしてそれは何かというと全て周波数なんですよねうんやっぱり周波数によってあの例えばほら 水のあるじゃないですか、ばか野郎とありがとうで、水の結晶がね、あの本当に素敵なキラキラとした結晶になったり、こう結晶が潰れてしまったりとか、そういったのも有名ですよね。それで意味がわかるかと思うんですけれども、人間関係もそう、自分の人生もそう、そして食べるものもそう、すべてが周波数。ね その量子力学で証明できるかと思うんですけど、料理、ね、料理、浄化和,和食も、健康和食も周波数です。ね、そのお話をね、ちょっと今、詳しくは、また違った機会にしますけれども、今日はですね、心の周波数を上げるということで、どういうメンタルなモチベーションでいるのがいいのかなっていうことをね、ちょっとお話しできればなと思ってます。まずですね もうこれだけね、日本の国の経済的なことも、ちょっとあんまり調子が良くなくて、若い若者たちもね、やっぱり仕事を辞めたり、会社を辞めたり、いろんなことで苦しんでいる方も多いでしょう。ね、だって若者だけではなく、私の年の、ね、60代でもやっぱりね、次の再就職先がないとか、ね、自分は何をしたらいいんだろうかとか、そういったことで苦しんでいる方たちたくさんいます。うん、いると思う。ね だからね、じゃあ自分は何をしたらいいんだろうって思って例えば新しく起業しようかなとかね新しく何かスタートしようスタートアップしようっていう時にやっぱりねここに書いてあるようにね、あのー、いろんなものがないないづくしだとなんかちょっと心が慣えちゃって私はだめだなもう私本当に恵まれてないなとか私は。 本当に、うん、チャンスも来ないしなとかねいろんなことで鬱にになっちゃいいいいます本当にね辛い辛いよ、うん、だけどいろんな経験させてもらっていて人間はこの世に生まれてきたこの地球に生まれ肉体を持って地球に生まれてきたっていうことはやっぱり魂磨きのために生まれてきているのでいろんなことをね経験させられるの、うん、いろんなことを経験させられてつらいことだってたくさん。 まあほとんど辛いことかもしれない辛い辛ことをどうやってこう,こう乗り越えていくかっていうことをやっぱり経験しながら人間関係ですねほとんどね経験しながら魂磨きもしていきながらねあのそういった人生を選んできてるんですだから親も選んで生まれてきてるしこの親に生まれてこういうような あの経験をしよう辛い思いをしようそれを乗り越えよう魂を磨こうということで生まれてきてるっていうのもあるし必ず人間はこの肉体を持って地球に生まれた時には一つか二つ大きな大きな試練を乗り越えるっていうテーマがありますからそれが一つや二つ三つや四つや五つの人もいるかもしれないエネルギーのある人はミッションが大きくある人はね。 うん、だから必ず少なくとも最低1つや2つはね大きなあの辛いことを乗り越える大きな壁が前に立ちはだかるその時に鬱になったり引き,も引きこもりになったり辛い思いをして人を憎んでみたり親を憎んでみたり自分が生まれた環境を憎んでみたりするかもしれない。だけれれどもそれは うん、やっぱり魂を磨くために自分が選んできてるっていうことをまず忘れないねそれがまず土台ですそして今からお話しするのは「無から有を作る」ということなんですね今言ったように何で私こんな恵まれてないんだろうお金もない住むところもない何もないうんないない尽くし、うん、私もそうでしたよ私もないない尽くしお金もない 住むとこさえなかったもうホームレスを経験してますからねそういったこともあるだけども今私がいますよね家もあるね仕事もあるねたくさんみんなあの不安でいてくれるね武士の食卓の会食会に来てくれるねいろんなことで順風満帆ではないですけれどももう辛い方が多い99.9%、ね、大変なことの方が多いけれどもそれでもなんとか生きていられるね うん、そういったことで、ちょっとね、老婆心だけれども、皆さんにお伝えしたいなっていうことがあって、今お,お話しさせていただいてます。まずね、お金。うん、お金がなくても、無から有を作るっていうのが今のテーマですから、お金がなくても有を作る。ね。うん、え、なんでお金がな,いなくても有を作るってどうしてって。今だったら ほぼ魂磨きは人間関係っていうのがテーマだからね、お金がなくても持ってる人いるじゃないですか。で、みんな,みんな今、クラウドファンディングだとか、いろんな、この人がこんなに頑張ってるんだから、この人に賭けようと思って、ね、少し投資してくれる人を捕まえればラッキーだし、ね、そうじゃなくてもクラウドファンディングで少ない数字でもいいから少しずつ集めて何かをスタートアップするっていうこともね、できる。だから お金がなくても手持ちがなくても例えば何か一つでもスタップアップさせれば何か一つでも商品を売れば少し利益が出てそれでまた次のことがそのたったいくらかのお金で次のことができるじゃない例えば何かを売って5万円儲けましたじゃあその5万円でじゃあ次を何その5万円をそのまあ、とにかく土台にして次何をしようか。 ね、じゃあ例えばチラシを作ろうかとか名刺を作ろうかとか何でもいいよ、うん、何でもいいよ、ね、あのホームページ作ろうかとかそういったことが少しずつねあの重なっていって形が作れるじゃないですかだからお金がなくても大丈夫です大丈夫です必ず大丈夫です頑張ってくださいというようなことあと2番目ね 場所ががなくてもをを作る U を作るるることができる例えば事務所がないとか例えば私みたいに職をやってる人はお店がないとかねレストランやりたいんだけど何もないとかそういったことだって今お金がなくても U を作るっていうところで言ったようにですね場所がなくてもその人間関係を応援してくれるような人ね共感者を一人でも作れば。 2人でも作れば、ね、その人たちから広がっていってあ、場所貸してあげるよとか、この場所を自分、事務所にして使っていいよとか、ここの住所、僕のところの住所使っていいよ、名刺に書いていいよとか、いろんな協力者が出てくる、これもすべて人間関係をどう自分が作るかということなので、これも場所がなくても U を作ることができる。ね これ同じ。物がなくても、これも同じです。レストランだって場所を貸してあげる、うんこの調理器具使っていいよ。このお皿とかみんな使っていいよって言ってくれる。ね。そういう仲間とか協力者を作る。だから、私何にもない。うん。何にもないけど、レストランができたっていう人だっていると思います。借りる、レンタル。ね。そういったこと。ね。だから、たった、 一つ点点突突破破をすすれば何かがでできるっていう、ね、本当に一点突破なんですね私も1点突破をして前に進んできてますから当たり前だけどその話もいつかじっくりとねあの時間があった時にしますけれどもそういったことなんですよ。だから元気と健康元気やる気健康があれば。 ううっってていいのは無限大に広がるっていうことですよね今わかるよね今言ったことだから。それがどん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 広がっていく。ねそれはどういうことかというと、良き波動の仲間、良き波動、良き良き心、良き心良きメンタル、良き波動、周波数、良き周波数の仲間を持っている、心の仲間が持っていれば、無限大に広がる。ね そして自分自身が良き周波数,周波数を発信続けていれば、有は無限大、ね。そして自分の機嫌を取ることが自分でできる人。自分のご機嫌よ。うん、だって自分ご機嫌悪かったら、悪い汚い陰の言葉、ね、悪い汚い悪の言葉を、ね、吐き捨てるじゃないですか。ご機嫌悪いんだから、ね。そういった自分だったら絶対成功しませんから、人も寄ってこない。あ悪しき波動数。ね あの、悪しき周波数を出してるわけだから、ね、自分のご機嫌を自分で取ることができる人、ね、うん、大丈夫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 っていうふうに、自分で自分を可愛がる、自分を、で自分を愛することができる人は、無限大に成功します。ね、そして、いろんな苦しいことあります。もう苦しいことだらけ。ね、でもその苦しさの中に嫌なことだらけよ。もう、 苦しさの中にでも根っこを張って根っこを張るっていうことは学ぶこと魂磨きねそういう苦しい時嫌なとこそ魂磨きのチャンスですからねうんやっぱりねこの学ぶそれは学ぶことなんですよだからね周り見てくださいぼーっと下の人何にもやらない人がいたりねあの本当に 本当、あのー、何もや,らやってないような人だってきっと何もやってないながらも悩んでるんだよ。な悩んでないように見えてでもいずれ何もやらなければお金も底がついて人脈も底がついてそこがついてからあやばいこれはやばいってそこまでいかないと学ぶことを気づくことができないからそれだって学びの一つだよねぼーっとしてる時間も。ね。だからそういったことすべて学んでるのだからね学んでない人はいないなのいないの。 本当にね。だから、あなんかあの人幸せそうに見えるな、あの人何もしなくても食ってけていいよねとか、そういうふうに思っちゃうよ、人を自分と比べて羨ましいと。だけどそうじゃないの。ね。だから人それぞれだし、人それぞれの次元で学びをやっているということなので、苦しさの中にも根を張ることができる人、根をずっと根を張って。 根を張ってもうね苦労してないような人っていうか恵まれて,まれている人って根っこ張ってないから風が吹いたり台風来れば倒れますよもうすぐ倒れるよ不景気になったらだけどしっかりと苦労を乗り越えて根を張っているもう1ミリでも1センチでも3センチでも根を張る水,が欲し水を吸収するために根っこを張って大きな大木は ね、風にも負けず雨,雨にも負けずっていうことで生きているんだからそういう生き方をやっている人は大きく大きく大きく無限,無限大に宇宙にまで宇宙の果てまでですよもう無限大に成功を収めることができる成功というのは心の成長ですからね、うん、そういうことができるということ、ねうん、だからねみんなねそんなねお金がないから何もできないとかもうなんかそんなこと考えなくていい,い,いの。 ね、元気と健康だけ取り戻しましょう。ね、それだけなんですね。うん。そして、愛とは何って、愛情って何って思ったときは、うん、愛情、愛情っていうのは、上機嫌で、自分も機嫌よくして、愛情いっぱいで、上機嫌で、嬉しい、楽しい、幸せ、幸せっていう気分で、相手を見守ることができる人、ね。 そういうい心を持ってる人が愛情豊かっていうんで愛情とはそういうことなんですよ。上機嫌で相手を見守ることを愛情ということ。これができれば言うって無限大に自分の中でも広がるし相手にも広がるということなんですね。だから家族に対してでも恋人に対してでも夫に対してでも親子関係でも全部すべて同じことなんですよ。仕事も私生活も一緒。ね。 愛情とは上機嫌で相手を見守ること。そういうことなんですね。これを土台にしてですね。うん。あの、そういう、そういう自分でいるにはね、やっぱり心に栄養とか燃料がないとできないじゃないあってもやっぱり辛いよ。自分だって辛いんだもん。うん。だけど常に常にね、口癖のように、ね、口癖が、とか心のあり方が運を、 運を引き寄せるってもう昔からそういう本とかいっぱい売れてるじゃない同じこと言ってるよね心の燃料としてラッキーラッキーき今日はラッキーってあの人に会えたからラッキーとか例えば電車に乗るときねあ椅子空いてたラッキーでも何でもいいですよラッキーラッキーついてるついてるあとハッピーハッピーなんかこう幸せだよねなんかご飯食べれて幸せだよねこのうどんおいしいよねこのラーメンおいしいよねでもいいハッピーハッピーね幸せ幸せ ありがたいなありがたいな本当になんかこうみんなね私私の話聞いてくれて今なんか特に私ありがたくてしょうがないですよもう聞いてくださっててありがとうございます一人でも二人でもねあのこの話を聞いてくださってそうだよねって思ってくださって元気が出るって思ってくださる人が一人でも二人でもいたら私の今のこの時間本当に充実していて私を皆さん 私を幸せにしてくださって本当にありがとうございますありがたいありがたいっていうことですよねよかったよかったそしてみんな大好き大好き愛してる愛してる本当に周りの大事な人や家族にねこの言葉をね言ってくださいそれが自分が幸せになる秘訣なんですねだから自分が幸せになり自分のあの調子がいいというかご機嫌が良くないと 笑顔にもなれないし、人を幸せにすることはできない。笑顔です。ね。この写真、ね。みんな笑顔で万歳してる。万歳してれば笑顔になるから。ね。何かあったら万歳しましょうよ。やったーみたいな感じでね。はい。ということで、幸せだなーっていうことで、幸せだなーと思ったら、また次幸せは続くんですよ。もう嫌だなと思ったら、また嫌だな、嫌だなーが続くんですよ。連鎖だから。だから、そんな。 ね、マイナスの言葉や思いはなくしましょう難しいけどなるべくなるべく嫌なことあってもラッキー試みがきができるチャンスだって思ってねあ神様はそうやって与えてくださってんだ私に何か気づけということなんだと思ってラッキー幸せだな神様ありがとうございますって思えればそのラッキーが続くし幸せが続くんですよ。ね。だから周りの人に「自分はすごいすごい!」 私すごいのよって言えばいい。で相手にも「あなたはすごいよね」「あなたはすごいよね」「本当にすごいよね」って言って褒める。ね。そしてみんなすごいよねってみんな幸せだよねっていうことなんですよね。うん。だからね。私はここで何を皆さんに言いたいかというと私日ヤカンナのミッションは社会貢献と世界平和ですからみんなと一緒にやりたい。 みんなと一緒に分かち合いたいっていうことを今お話しさせていただきたくて、うん、お話しさせていただきました。はい、ということで今からですねじゃあ日宮かんなさんは社会貢献とか世界平和を考えてるよねやりたいよね、うん、も,もうやってる頑張ってる、ね、少しでも近づくように頑張ってるじゃあ何をやってるのっていうと私は毎月1回第1日曜日午後2時から 命と食の勉強会っていうのをやっていろんな命のシェア会心のあり方のシェア会心づくりのシェア会をやってますね先月はですね日本人の忘れ物っていうテーマでみんなで話し合いましたそして今度4月2日の第1日曜日2時間からあります来れる方ぜひ来てくださいまだお席ありますからねそれはですねその時の テーマはですね、何にしようかなと思ってずっと考えていました。ね。だから今、今日ここでお話ししているテーマの、うん、心の周波数を上げるっていうことをテーマでみんなでお話し合いをしたいなって思ってます。ちょっといいよ、これ。うん。なんかすごいヒントあると思うよ。みんなで心の周波数を上げようよっていうことなの。ね。うん。だからみんなで 助け合い、分かち合い、持ち上げ合いだよね。みんなで、ね、すごいね、すごいね、みんなすごいよね、っていうようなことを言い合う会です。はい。という、そういうことを、やっぱり、あの世界平和のために、社会貢献のためにやってます。そして、今からお話しする、武士の食卓の職位という認定講座も、その中の一つです。その社会貢献の一つです。そして、これは私の本職です。 ね、先ほどのはね、もうあの社会貢献というつもりでやってます。そして今度、私の本職はですね、武士の食卓の共欧料理の会っていうのも毎月やってます、ね。それとこれから始める職位の認定講座のも私の本職なので、少しだけね、軽くお話だけ、説明だけさせてください。ねね、ぜひ聞いてください。うん、まず、ね、このの職位の認定講座 がありますそして講座,講座は全部ひっくるめてあの8日間で8日間で終わってしまうのでその後は無料ズーム講座にて皆さんにフォローアップする。だから、無料でフォローアップし,します毎。毎週火曜日その日って思って決めてます。だからすごくいいと思うよ。 もうあと自分で勝手に好きにやってとかその後のフォローアップ有料だよとかではなくてできるだけ皆さんに無料でフォローアップをしたりしていきたいと思ってるからあの決して高くはないし決して無駄にはならない絶対この資格を取ったら皆さんのお役に立つ資格にして現実的な ことまで落とし込むことも一緒にやっていきたいと思うのであの皆さんぜひね興味のある人職位ということに興味のある人ぜひ聞いてくださいあのまずねあの2つあるんですねうんまず一つはですね和食伝承師という資格を取っていただきます そして和食伝承師という資格を取っていただいたら次に職位のコースに行けるということになっているんですね。でまず1つの和食伝承師の、あのー、資格をし取得するために3つのコースがあります、ね。分かりやすいですよ。初級、中級、上級という。で、初級のテーマが武士の食卓、侍ジャパンを学ぶということで、この日本の歴史を学びます。 そして2番目の中級では人間学を学ぶ。心、心づくりも含めます。人間学を学ぶということ。そして3番目は上級。浄化和食と大調和という和食理論を学びます。これ奥深いんだよ。本当に。そして実践が主だから。すごいですよ、これ。ね。うん。健康和食を学びます。で、ね、そして次。 この3つを取ったら和食伝承師になるので、次に職位というコースに進めるんですね。そして職位のコースでは、職位の極意を知るということで、職位として自立するためにっていうことだから、これまた奥が深い。本当に。うん、奥が深いので、後ほど無料ズームで、うん、いろいろフォローするよということにつながるんですけど、本当にね、あのー、しっかりと今ここで皆さんにお伝えしたいんだけど、うん、またね、 このズームの時間が長くなるし、こんなのやるよっていうことだけは、今日はライトな気持ちでね、お話ししていくって決めたから、ライトに行きますね。そして、まずその初級ですね、初級の侍ジャパン、ね、日本の歴史を学ぶっていうことはですね、2日間です。2日間、ね。まずどういう内容なのかというと、日本を知るということ、日本の歴史と精神性の大きな流れを学ぶ。そして2つ目が、 神道、仏教、儒教の影響というものを学びます。三つ目が日本の成り立ちと古事記を学びます。四つ目が公家から武家への流れと食文化ということを学びます。そして五つ目が武士の食卓、和食の歴史の流れ。六つ目が武士道と生活習慣。七つ目が明治から戦後への教育と食文化の流れ。そして 八つ目が、現代の食の現状と改善策。こことっても大事なんですよ。本当に、今じゃあどうするのっていうことなの。ね、それを学びます。これが二日間でやりますから、非常に濃厚な授業になります。全部濃厚です。はい。次がですね、中級。中級では人間学を学ぶ。ね。あの、わたっ私たち、あの、人間やってるんだから、人間のことを知らないとおかしいでしょ。 ね、だからどういうことかというと1つ目が人間の体のシステム解剖生理学を含む人間の体って何っていうことをどんな働きをするのということを学びますそして2つ目が日本の医学の本当の歴史本当のことですもう今嘘だらけの世の中だから嘘だらけです本当のことを学びますそして3番目 人間とは何者なのかということを学びます。もう宇宙の話から出てきますね、これね。そして四つ目が、命はなぜあるのでしょうということと向き合います。そして五つ目は、人間はなぜ食べるのでしょうということを一緒に追求していきましょうということで、これもね、奥が深い話ですね。そして三番目、ね、あのー、 これはですね、この上級が終わって初めて和食伝承師になります。その上級は、浄化和食と大調和というのがテーマで、和食理論。私が作りました和食理論。理論体系化したものがもう作られてます。それについてしっかりと追求しながら学んでいきます。ね、そしてそれの実践です。一番目、食事観っていうのがあって、そこの中で食べ方を学びます。 作法ととたりとかねそういったことを学びますそして2番目料理観っていうのがあります。それは作り方です。ね、浄化和食、健康和食の作り方、共欧料理の作り方を実際に調理実習で作ります。そして3番目は心身を癒す、病気を治す食事療法。 それも食事法ですね。それも具体的に学びます。そして4番目が、死羅だ万象との大腸は、浄化和食、健康和食を作るためにというテーマであのいろいろと講義をいたします。そして先ほどから何度も言っているように、初級、中級、上級の3つのコースを取得すると、和食伝承師のた資格をですね、ムスヒ財団、 私があの代表している一般財団法人、ムスヒ財団からそれがあの贈呈されます。はい。ということで。 その三つが終わってですね、和食伝承師となりました。その和食伝承師だけでやあの終わってもいいんですよ。そしたらですね、自分の活動やお名詞やいろんなところに和食伝承師何々何子ちゃんっていうふうに書いていただければいいし、あの、もちろん男性大歓迎です。ね、というようなことです。そして、いや、私もっと職位としてね、 もっと深いところまでやって自分も料理教室や自分も次の生徒を育てていきたい広めていきたいっていうようなもっとプロを目指す方にはですね職位プロコースへ進んでいただきます職位の極意を知るということで自立するためにです自立をあの皆さん自立することを私は願ってますからねそこではどういうことを学ぶかというと職位とはであと その浄化和食のための健康和食のための祈りの本質祈りっていうのも先ほど量子力学的ないい波動い、ね、い思いの波動を送るというそういったことを詳しく具体的に学びますそして3番目は職位をする、ね、職位という仕事をするということはどういうことかというようなことどういう仕事に発展か するかどういうようなことを目的に仕事をするのかということをみんなで考えそして新しいね食の世界を作っていき世界発信を一緒にしていきたいと私は思ってますそして4番目が浄化和食の最後の仕上げとしてですね健康和食を作るための最後の仕上げとして作り方これ細かいんですよ細かいけれどもありますねうん。 だから、あの一回ね、学べばね、あとは自分でやれればいいから、それはそんな難しいこと考えなくて大丈夫です。そして、病気治しの食事療法、食事法についての実践もします。はいそして6番目、職位として自立するために、あと、どうやって自分は自立して、 講座を開いたらいいのかとか、どうやって生徒集めようかなとか、いろんなことあるじゃないですか。それも一緒にみんなでっていうか、私と一緒に考えて発展させるっていうことを、あの、話し合いながらやっていきたいと思う。だからそのために、ズームでね、こと細かにいろいろ火曜日、そういう日に決めておきますから、そういうふうにいろんなやりとりしたらいいかなって、私は思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、皆さん、 えっと、4月からですね、スタートアップするためにですね、みんな、まあ、簡単な説明会っていう重いものじゃないんです。みんなで、あの、食の力ということで楽しみ合うお話し会、ランチお話し会から始めます。そこで、ちらっとだけこういう講座やるからね、っていうふうにみんなでね、あの、お知らせいたしますから、これは3500円。 で堀之内会場で「食の力」ということで時には一緒に畑に行き時には一緒に山菜を取りに行き時には一緒に料理も作りねっていうようなその時その時だってテーマも変わるしやることも変わるしでも楽しい回。 ワクワクドキドキ嬉しい楽しいっていう回にしていきたいしやっぱり楽しくないとやってても面白くないし私も楽しくないと続かないしねみんなで一緒にねあの健康和食を食べてね頑張っていきたいなと思ってますねそして第1回目4月16日日曜日2時からですぜひ皆さんメッセージください ね、今からね,たねいろんな人と一緒に集まって分かち合いたいと思います。だから別にこの講座を受けたいから来るわけでもないし別に講座がどうこうじゃないです。ただそういうランチ会をしますよということだからおいしいものを食べたいからとか何、うん、かね山菜一緒に取りに行きたいなとかねこの辺散歩ね。 この山とか土、土の上歩きたいなとかっていう人がいたら散歩の会になるかもしれないし、そういうような会ですから、皆さんお気軽にあのお申し込みください。うん、とてもいい方たちを集めたいと思うので、うん、何かね、ご縁つなぎ、ご縁結びの会になるかもしれないし、逆にそれを目的に素敵な人と出会いたいからっていう目的で参加されてもいいし、何でもいいんです。みんなで楽しく、ワクワクうれしくできればいいから、本当に ワクワクするお話し会。ワクワクお話し会かな。うん。なんかそんな風に私考えてますから、もう本当にね、これからは風の時代に本格的にスタートして、ね、3月21日ですか本当に地球元年を迎え、もう精神世界、精神性、新しい地球時代が生まれました。新しいこの精神世界が始まりました。だから絶対に職位っていうものはね、 必要なな時代になると思います、ね、私の先祖が加賀百万石の前田家のです、ね、職位でした、ねあのー。お医者様にはね、御殿医には、ね、漢方医と職位というものがあり、そこの,そのお殿様の心と体をずっとサポートしてきたその職位としての、ね、素晴らしい日本の知恵、素晴らしい日本の和漢の知恵、ね、そういったことをですね、 眠らせておかないで、そういったことをですね、どんどん次世代に伝えていくっていう人たちを私は育てたい。そして、あの、一緒に頑張っていきたい。そして、職位ということを残していきたいと思って始めるんです。ぜひ皆さんね、遊びに来てください。そして、一緒になんかこう、同じ空間、同じ時間を過ごさせてください。うん。ということで、本当に皆さんね、お時間を。 いただきありがとうございます。私の話を聞いてくださってありがとうございます。本当に嬉しい、楽しい、幸せです。というようなことでですね、またあのこのように、ズームで皆さんにおしゃべりしたくなったら、またおしゃべりしますから、ぜひね、あの聞いてください。 これはですね、あの、YouTube でもこのままね、アップいたしますので、もう一回聞きたい方は何度でも YouTube で見られますし、今、Facebook ライブでね、あの、やってますから、ライブで、Facebook ライブはアーカイブでずっとまだ見られるような感じですね。うん。ということなので、皆さん、ぜひリアルに会いたいです。ね、ぜひリアルに会いたいので、皆さん遊びに来てください。お願いします。はい。では、ありがとうございます。 ありがとうございます。はい。ということで、今日のところは終わりにいたします。